皆さんこんにちは。英語発音矯正スクールディスカバリングサウンズ代表の富田です。今日はブルーノマーズさんの Just the way you are の歌い方解説をしたいと思います。早速ですが、代表的な歌い方ポイントを最初に挙げておきます。1つ目、 R の発音が漏れなく省略されている。この R ですね、基本発音されていないと考えていただいて大丈夫です。 R が出てくるたんびに舌を引いたり舌を巻いたりするというのはもう忙しいが理由です。2つ目、 TH think の there の発音というのが sit の zoo の z、 この S と Z で発音されていることが多いです。そして3つ目、二重母音の2つ目の母音をはっきり発音していないことが多い。日本語で言うと、例えば代名詞の I ですね、これもあいっていう風にカタカナで書けると思いますけれども、これも実際はですね、もう I know じゃないんです、 I know。 でこの No の発音、これも No うという風にカタカナで表現できますが、これも No ですね。なんで二重母音の2つ目の母音を、まあ、ふわっというもしくはぽく言うなんて覚えておいてもらうと、他の歌でも応用できますので、それではですね、歌の方、頭の方から解説をしていきたいと思います。では、最初。Oh, her eyes, her eyes ですね。さあ、この Oh, う、先ほどルールでお伝えした通り、うってあまりいません。うっぽければいいです。なんで、Oh, で、この her、これが問題です。her、これ通常でいくと R 入りますね。引きません。もう her、このまま抜いちゃう。そして、ポイントはですね、息を吐いてから音出すんですね。は、eyes、は、eyes。で、この eyes、イの発音ですね。これも一歩ければいい音を入れてください。そして、make the stars look like they're not shining。make のイ、これも一歩いい音。そして、make the ですね。さあ、これ、K の後に子音が来るときなんですけれども、これ make、実は発音しないんです。ただこの発音しないわけではなくて、メイクの K、この口舌、舌の後ろの部分というのをですね、上顎につけてあげるんですね。そうすると塞ぎます。なんで make the、 これで言っているかのように聞こえるんですが、実際は言っていません。なんでこれが面白いところですね。そしてこの the、 これも舌出さなくていいです。でこの次の stars ですね、 stars、 この R の発音言っていません。なんで stars、 このまま入れちゃう。そして look likeで、この look の K、 これも先ほど一緒です。K の後に like、L、子音来てます。なので、言わない。舌の後ろだけで喉を塞いじゃう。そうすると、look like、 言ってないけど言ってる。さらに、like there ですね。この like の K、 これもまた次に TH、子音が来ちゃってます。なので、また言わない。舌の後ろで喉を塞いじゃう。そして、like there ですね。この there、アポストロフィーあります。RE ありますね。これも言わないんですね。なので、There, there ですね。そして最後の shining ですね。これも shy、 またこの i 出てきますね。 e ははっきり言わない、一歩ければいい。そしてこの n はですね、フラッピングしますんで、 shining、 下の先端でこうペロッと上顎を舐めていただければ大丈夫です。そして次、 her hair、 her hair、 her hair、 そしてこの hair、 これも hair の r、 実は言ってないですね。 her hair、 なんでもう喉で音変えちゃう。なんでヘアですね。R は入れない。で、これは続きます。Falls perfectly without a trying。この falls はそのままですね。そして perfectly。この per のこの下もですね、per ってそんな思い切り引かなくていいです。ぽければいいです。そして factly。この ctly ですね。この kt なんですけれども、さあまた下の後ろ使って喉を塞いじゃう。perfect。またこの t の次に子音が来るときも、さあ下の真ん中で上をつけちゃう。この下の位置だけ動かすだけでですね、あたかも KT 言ってるように聞こえちゃうという、またこれ面白い現象になってくるんですけども、まあこういったスキルですね、あのルールなんですけども、歌にはたくさん使われていますので、これも覚えておいてください。そして without a trying。さあこれ without のこの図はですね、ここではちょっと下が出ているんで、まあこれは出してもらっていいです。そして out。これも out って言ってないんです。out じゃなくて art。もうこの a で引っ張っちゃう。without a trying。そして trying のこの i ですね。これも try じゃないです。もう try。なんで、いも一歩ければいいとなってきます。そして次。she's so beautiful ですね。さあ、この she's so なんですけれども、まあ、この she's の図、これも言ってません。そして beautiful。さあ、この beautiful は t の発音、フラッピング出てきますので、注意していただければと思います。そしてその下ですね。and I tell her every day。and I で、まず、end の d 言わない。
N の発音をフラッピングします。そして I も I じゃないです。あですね。そして Tell her、 これも H の発音はまた発音されないし、R の発音も省略されていますので、もうこれも R ですね。When I tell her。 そして次ですね、こいつが面白い、この Every day、 この Every の Re、 この時 Every ですね、 R 自体が発音されません。なので Every になるので、 R しようとしてダメです。もう Every そのまま言ってください。そしてその次、 Yeah, I know, I know。 さあこれも I はまた A っぽいで、 No もNo じゃない、うはうぼければいい。なんで I know, I know when I compliment her。 でこの when I なんで、またこの when の N もフラッピングするんで、そして I も when I come じゃないです、 when I compliment ですね。でこの compliment はそのまんまなんですが、最後の T だけがですね、ここは省略されますので、 when I compliment her。 でここは H 発音しているので、省略しないように気をつけてください。そして R は言ってません。なんでcompliment her、 このまま。そして she won't believe me、 でこの want の t も発音されていません。そして believe の v、 これはですねちゃんと言っているので言っちゃってください。 believe me ですね。さあそしてその次、 and it's so, it's so、 この end の d、 はいこれ言いません。これもまた n をフラッピング。そして it's so sad to think that she、 なんで sad to think that she になってくるんですけども、この sad to、 この d は言ってます。なんで sad to think で、 think の、後またこの k の後にですね子音が来てます。なのでさあ出てきました、これ k の後に子音が来るときは k 発音しないので、下の後ろを使って上顎をうにつける。そして think that で、これも th 下出さなくていいです。そして that の t の後にまた c ですね、これ子音が来ちゃってます。というわけでまたこの t も発音しないんですね。なんで think that sheDon't see で、この Don't の T も発音しない。またこれ See、 シーンが来ています。なんで See で What I see で、この What I see、 まあルール通りいくとですね、この What の T は、まあ、フラッピングしたいところなんですけれども、ここはあえてしていないですね、オリジナルでは。なのでこのはちょっと下をですね、まあ上をつけるだけ What I see ですね。なんでこの I もはっきり言わない。さあサビが近づいてきましたよ。次に But every time she asked me、 はい、この But everyこの but の t はさあフラッピングです。さあそして every また出てきました、これ r 言わないんです。なので every です、もう下振らない、 every every time ですね。でこの time もまた time ってはっきり言うと重くなっちゃうので、この time も一歩ければいい。で she asked me で、これ歌詞ではですね asks ってなってるんですけど、これ S 発音しないんで気をつけましょう。 She asked me do I look okay ですね。でこの do I look okayで、do I、 さあこれまたもう何度も出てきます、 I の E もう一歩い、もしくはもうあ、どっちかです。そして look okay、 これも OK の E ですね、あんまり強く言わないようにもう一歩ければいいです。これも I say じゃないですね、 I say なんであっぽいだけ、今言わない。そして say の E もちゃんと言わない、一歩ければいい。さあそしてここからサビの方行っていきましょう。はい、ではサビの解説行ってみましょう。では頭から早速 When I see your face ですね。この When I、 はい、 When の N 出てきましたね。さあこれもフラッピングです。なんで When I see、 なんで I も When I see だと I が重くなっちゃうんで When I see ですね。そして、Your の発音もこれ R 入っているんですけれども発音しない。なんで Yeah When I see your face で、この Face、 これまた A ちゃんとここはアクセントを置かれているっていうところもあって、まあ、強調されているんですね。なのでここはちゃんと言います。なので When I see your face、 なのでこれはいい言ってください。さあそして次 There's not a thing that I would change there ですね。ある、下引かないように。 There's not a、 でこの not の t はフラッピング、なんで下を弾く。 There's not a thing that、 でこの thing の ng、 これはですねちゃんと言ってください。ただ thing ってあんま強く言う必要ないんですけども、ただちゃんと存在感を出してほしいので、 There's not a thing that、 はい。でそしてこの that I ですね、ここのもうですね、まあルール上いくと本当は that の t、 これなめたいところなんですけれども、ここは何もしない。 There's not a thing that I っていう風にもう that I ってきています。なんでそのまま言っちゃってください。そして I もちゃんと言わない、 I は一歩よと。
そして、would の d も発音しないで、で最後、change ですね。ここも結構強めに歌っているところなので、ここは change、ちゃんと e の発音を入れてください。そしてその下、cause you're amazing ですね。で、この cause、まあこれはそのまま言ってください。cause、cause you're amazing。そしてこの you're amazing ですね。さあこの your、これもアポストロフィーの後、re 入ってきていますが、R なんで言いません。なんで、やです。You're amazing. で、ここの amazing もですね、強くアクセントを置かれているので、ここも amazing じゃなくて amazing。ちゃんと E の発音も強く言ってください。そして、さあ、この題名でもある just the way you are ですね。で、この just the way you are、これも just の T は次 C が来ているので T は発音しません。で、しかもこの just the、はい、th また来ていますが、これも下出さなくていいので、もう just the ですね。で、この way、これは強く発音しているので、これも way の意はちゃんと言う。ここはちゃんと言ってください。just the way で you are。で、この you は、これもやってしまうと間に合わないので you。なんで、うはもうほぼ消えちゃうような感じですね。え、この are も r あるんですけれども、発音していないので、もう just the way you are こんな感じですね。さあそして続けて and when you smile、 はい、で end の d、 はい、これ発音しません。なのでこのまま and when you smile で、この u も u じゃないです、 u、 このままもう u で smile で、この smile はもうちょっとここから強調されていないので、この smile も一歩よと。でその次 the whole world stops and stands for my で、この whole も o なんですけれども、またこれもうわうっぽい音。そして world の d は発音していないので、これも飛ばしてください。で、end の d も言っていません。そして stairs、 これも r 出ていますね、がこれも言っていません。なんで stair じゃないですよ、 stairs、 このまま伸ばしちゃう、 stairs for a while。 なんでもう f のみでもいいぐらいです。そして cause girl you're amazing、 ここはちょっと最初さっきのと違って、cause girl が入ってくるんでちょっと縮まりますね。なんでこの cause なんですけど、これがCause girl ってなるんで、Cause、 もうこれはこの K の発音したらもういいです。何も意識しない。そのまま Z にダイレクトに行っちゃう。で、girl、 これも難しいですね。R 入ってくるんですけれども、これもそんな意識しなくていいです。そして You're amazing。 さあこの You are も R、 アポストロフィー R ですね。これも言わなくていい。そして Amazing、 これも上と一緒ですね。 Amazing、 いいです。ここは強く言ってるんでちゃんと言ってください。この題名の Just the way you are、 これも同じです。S の後 T 言いません。そして TH はまた舌を出さない。そして WAY、 ここは強くはっきり発音されていますので WAY って逃がさない。ちゃんと WAY、 E ちゃんと強く言う。そして YOU、 これも YOU じゃなくて YOU、 これも伸ばしちゃう。なんで JUST THE WAY YOU ARE ですね。で、ここから2番ですね。それでは2番の解説の方行っていきます。 HER LIPS HER LIPS なので、この HER ですね、これ R が省略されます、2つとも。で、またこれも息を吐いてから、あ、は、lips、 は、lips。 そして次 I could kiss a Molly if she let me で、この I も I could っていかないと間に合わないので、また I はもういないですね。 I could、 まあもしくは E がふわっと入る感じですね。 I could kiss で、この D はちゃんと言ってください。そして kiss them all、で、このキスでまた S の後 TH 来ていますので出しません。なんでもう Z っぽくていいです。 Kiss him で All day is she で、この day も E ってちゃんと言っちゃうとまた重くなって汚れてしまうので day じゃないですね。 All day is she All day is she let me、 この she let me なんですけれども、この DL のところなんですけれども、ここはですね、舌を上顎につけたまま言ってください。 She do let ってやってしまうと遅れてしまうので She let で、この Let me の T はまたこれ次にシーン来ているので、T は省略なので She let me で、次 Her laugh Her laugh、 まあ、同じですね。 Her H いません。そしてまた息吐いてから Her laugh She hates で、この Hates はこれちゃんと強く言っているんで、これも A の E はちゃんと言ってください。Hates じゃなくて She hates But I think it's so sexy で、 But I、 はい、で、この T はまたフラッピングで I も I って言っちゃうとまた重いので I の E は一歩切ればいい。そして Think it's so sexy で、 So も O って言っちゃうと重いので So sexy なんで一歩切ればいい。で、次 She's so beautiful あですね。はい、で、この She's so beautiful、 これも一番の時と一緒です。She's の図はもう言いません。でも She's so で、 So も
うは言わないで、もうすごい短くなっちゃう。で、beautiful も、you ってちゃんと言わない。もう beautiful。で、t はフラッピー。そして、and that's how I every day。歌い方少し変わりますけれども、ルールは一緒です。end の d は言わない。もう end の n もフラッピー。そして、i も、あですね。で、teller、tell her。これも h が省略されて、every。また出てきましたね。毎日ダメですよ。そのまま every ですね。every day。で、この今ちゃんと言わない。every day。さあ、ここから少しリズム変わっていくんですけども。Oh, you know, you know, you know。はい、これも you じゃないです。you。で、no も上っぽいのが入るだけ。これが3連チャンですね。you know, you know, you know。I'd never ask you to change。で、この I'd never。これも I じゃないですからね。I'd never。で、この D から N の never の N つなげるときも、ここも下、つけっぱなしにしておいてください。I'd never ですね。I'd never。で、この never の R も発音していませんので、I'd never。このまま伸ばしちゃう。で、I'd never ask you to change。で、この ask you。これも you じゃないです。you。で、この to はですね、この to、実はこれ、フラッピングしています。なので、you to じゃないです。you'll change。で、この change の E。ここはアクセントが出てないのですね。サビのところの change とはやっぱちょっと違ってですね。ask you to change。なんで、change じゃないです。change。一歩ければ、change の一歩ければいいです。で、その次。if perfect's what you're searching for, then just say the same。この if perfect's で、この per もあんま意識しなくてもいいです。そのまま言っちゃう。perfect。で、watcha。さあ、この what you じゃないですね。この watcha さでいきますんで、watcha。これ動画ですね。なんでも、もうくっつけちゃっていいです。ここに関しては。で、you are の R、さあこのアポストロフィー RE、さあこれも言いません。なので、yeah。で、searching for ですね。で、この searching も別にそんな下引いてないんで、もう searching。あんま流しちゃっていいです。で、for、これもはっきり言うと重くなっちゃうので、もう R はなし。searching for ですね。then just stay the same。で、この then もですね、これも下別に出さなくていいので、多ければいいです。そして、just stay the same。この just の t、これも発音しません。なんで、just stay。で、この stay の a も、いってちゃんと言ってしまうと、また重くなっちゃうので、で、stay the same。はい。で、この the も、別にそんな出そうとしなくていいです。なんか z っぽくて構わないので、そして same。これも、いってちゃんと言わない。もう一歩蹴ればいいです。はい。で、そうした。So, didn't even bother asking if you look okay。さあ、ここからまたサビに向かっていくんですけれども、さあ、この so ですね。またあんまちゃんと言わない。So, didn't even。で、don't の T 発音しないで N をまたフラッピングします。Don't even bother ask。で、この bother の R も発音しないので、bother。このまま流しちゃっていいです。bother asking if you look okay。で、you も you って言わない。you。このまま流しちゃう。そして、okay も okay じゃなくて okay。そして、ささびいきますよ。you know I'll say。はい。で、この you know I'll say。すべて you。No, I'll say. はい。なんで、イの音、ウの音っていうのは、ポケればいいですね。すごい軽くして歌ってみてください。さあ、ここまでいかがでしたでしょうか。 0.75 倍で一緒に歌ってみたいと思いますが、どうでしょうか。それでは、やってみましょう。
could kiss them all day if she let me. Her laugh, her laugh. She hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful. And I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect watches searching for them just ain't the same. So don't even bother asking if you look okay. You know what I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way.1曲丸ごと歌ってみていかがでしたでしょうか。多分この解説をですね、知る前と比較したらかなりスムーズに歌えるようになったんじゃないでしょうか。この歌いやすさとは何かというのを、もう発音の視点でですね、今回解説の方をさせていただきましたので、まあ、実はたくさんルールってあるんです。この歌解説してほしいっていうのがありましたら、まあ、コメントの方にですね書いていただければちょっとやってみたいと思いますので、まあ、皆さん何かしら、これで得るものがあればいいんではないかなというふうに思っております。はい、では長くなってしまいますけれども、今日は Just the way you are ブルーノマーズさんでしたね。はい、では皆さんここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。